所属契約先、チェリーゴルフの南の剛恒社長。20日まで行われた女子ゴルフの国内ツアー、大木見聖子エリエールレディスでは、藤田才樹が11年35日ぶりのツアー通算6勝目を飾った。22日に37歳となったベテラン。1988年のツアー制子候補では、史上2番目のブランク優勝だった。 藤田を支えてきた一人が、所属先である、チェリーゴルフの南野剛志これ社長。元 PL 学園や、キューブで49歳の南野さんは、藤田が凄まじい努力してきたことを知る。勝ってもらいたい一心で、意外な行動に出ていた。南野さんは、藤田の優勝を、日本女子プロゴルフ協会公式サイトのスコア速報で知った。よかった。安心した。 テレビの録画中継でウィニングパッドを決めたシーンを確認した。入れた瞬間、しゃがみ込んで両手を握りしめていましたね。それを見て、私は累戦崩壊でした。ただ、南野さんは、インターネットでの生中継をあえて見ていなかった。理由は、私が見たら負けるかもだった。6月の宮里アイサントリーレディス最終日は現地で観戦。 首位スタートの藤田を応援した。結果は山下美優に一打届かずに、10月の NOB 歌グループマスターズゴルフクラブレディースもコースに足を運んだが、藤田は予選落ちした。今回は四国にいる職員がチケットを取ってくれていたというが、自分は見ない方が勝てる気がすると決めつけていた。最終日の終盤から18番第2打までは、 職員から電話で状況を聞き、結果はスコア速報を見ると決断。南野さんにはそれほどの思いがあった。藤田との出会いは2015年1月だった。同社が所属契約のプロを募る中、当時所属先がなかった藤田の名が浮上。面会の上、契約に至った。その前に藤田は子宮頸が癌の手術を受けていたが、 また、勝ちたいですと、強い思いを口にしていたという。オフは、同社が所有する、熊本。天草市のザ、マスターズ天草コースで合宿。シーズン中に見つかった課題と向き合った。埼玉西武ライオンズの元トレーナー、黒岩雄二氏の指導で、腰にベルトをつけた坂道ダッシュ、補助器具を使った手押し車などをひたすら繰り返した。 PL 学園時代は、後輩の松井和頭久さしらと発球を追った南野さんも、同じメニューを消化しようとした。だが、無理でした。肺が潰れるかと思うぐらい、苦しい内容でしたと振り返る。合宿は例年、1月中旬から約1ヶ月間、朝5時に起きて、6時にはトレーニングが始まります。選手の一生、一生にドラマがあって、 若い人には若い人なりの、ベテランにはベテランなりの苦悩と努力の日々がある。30年以上ツアー観戦をしてきましたが、最近は若い頃から応援してきたベテラン選手が勝つとついもらい泣きしてしまう自分がいます。藤田プロ、おめでとうございます。そして、感動をありがとうございました。こういう風に支えてくれる人があっての優勝なんだね。 それも、藤田選手の実直な人柄だから、だろうが、失礼かもしれないが、彼女の年齢で、あの日より、日頃の努力の賜物だと思うし、今後、目を離せない選手の一人になった。これぞスポンサーですね。チェリーゴルフ利用させてもらってますんで嬉しくなりました。ビジネスとスポーツが成立するかは、難しいこと多いでしょうが、信用信頼 がお互いを支え合えば感動を生むんだと思いました。所属先のサポートあってのプロだとつくづく思いました。栄光の陰には涙ぐましい努力を積み重ねているんだが、結果が出てよかった。おめでとうございます。本当によかったです。名前通り、ここ、最近は安定したゴルフが続いてますよね。今週、豪華メンバーでの最終戦も期待しています。 あのチェリーゴルフ、確か、熊本県には参考すくらいあったような。甘草は昔行っていたな。確か、ジャンボウ先の監修じゃなかったかな。海水浴場が望めたホールがあったな。とにかく、藤田選手の執念がすごい。これは彼。テレビ見ながら、応援した選手。チームは、大抵逆転負けを喰らいました。それからは、ここぞという試合は、 見なくなりました。こんな記事はいいですね。現代の宮崎さんも読んで勉強した方がいい。昨日の記事にシードが早く決まり余裕があっての優勝のような内容。死ぬ気で掴み取った優勝。よかったね。累戦崩壊は南野さんだけじゃないですよ。私もでしたから。これからも藤田選手の応援、よろしくお願いします。昨年から、 ずっと上位に顔を出していて満を持しての優勝だから、これからまだ何勝もしそう。ふというは少し止まると書く。もしかすると、使い古された言い回しなのかもしれないが、その言葉を初めて耳にしたのは約5年前だった。当時担当していた大相撲で、元幕内力士にその言葉を信じて幕下からもう一度。 はい、上がりたいと打ち明けられた時だった。止まっていることを認めたくない気持ちと、次々と現れる若手の台頭で、華麗による衰え、停滞を認めざるを得ない気持ちとの葛藤。そんな内面の一端を垣間見て、心がざわついた。それを思い出させたのが、21日に発表された、国内女子ツアー13賞の成田美鈴の、休養だった。 19年を最後に優勝から遠ざかり、コロナ災いで20、21年シーズンが統合されたさっきは、賞金ランキング12位、シード権を手放した。今季は、レギュラーツアー12戦に出場し、10戦が予選落ちで、最高成績は8月の CAT レディースの35位、カブツアーにも8戦出場していた。そんな中、期限を決めず、 来期から休養に入ると決めた。ただ、引退というわけではなく、もう一度立ち上がるための前向きな休養だという。この結論に至るには、少なからず葛藤があったと思う。今は、少し止まっているように見えるかもしれないが、休養が必要と判断した。進むスピードは人それぞれ、休養の間も、確実にトンネルの出口に向かって歩んでいくはずだ。 今期の国内女子ツアーは、11年余りかけて、トンネルの出口にたどり着いた選手が2人もいた。10月の樋口久子、三菱電機レディースを制した金田グ子は、11年189日ぶりのツアー2勝目。前週の大君聖子エリエール、レディースを制した藤田才木は、11年35日ぶりのツアー6勝目を挙げた。 88年のツアー制施行後、ブランク優勝としては金田が最長、藤田が2番目という長い時間を要した。少しとは言えないほど、二人は長く苦しい、止まっていた時間を過ごしてきた。それでも一歩ずつ進んでいると信じた。自分を信じたから、自信も生まれた。そして、迎えた歓喜の瞬間、二人とも涙が止まらなくなった。 涙には戻るという字が含まれる。自信と誇りを取り戻した象徴が涙となって溢れ出た。日本語や漢字というのはよくできていると感じる。ゴルフを担当して約3年になるが、これほど心が影響するスポーツはないと思っている。1日が長く、シーズンも長い。それでいて直接的な対戦相手がいるわけではない。 必然的に自分と向き合う時間が長くなり、その多くは後悔や反省に違いない。波の精神力では、いつ仕事を失うかわからない重圧に押しつぶされてしまう。国内女子ツアーは、前週の大君精子へ言えるレディースで、来期のシード選手、前半戦の出場権を得た選手が決まった。そこから漏れた選手は、 来期の職場確保のための休憩に回る。重圧。緊張感から練習にも熱が入るだろう。一方で練習しすぎてどこかを痛めたい。